この星には不思議な生き物がいる。空に、海に、森に、町に、世界中の至るところにその姿を見ることができる。その名はポケットモンスター、縮めてポケモン。世界には数限りないポケモンが存在し、その正確な数を知る者はいない。中には幻と呼ばれ、めったに人前に現れないものがいる。マサラタウンのサトシはポケモンが大好きな少年だ。ポケモンマスターを目指して、相棒のピカチュウや仲間と共に修行の旅を続けている。